こんにちは、案内役の浅香です。今回は、ロシア軍が北方領土で地対艦ミサイル発射訓練実施、詳しく見ていきますね。もう、ロシアの戦術が古いことが世界にバレました。今後、旧式の戦術が通用しないと、中国も気づきました。やはり数ではない、中身です。インタファクス通信が3月11日に報じたところによると、ロシア国防省からの発表として、2022年3月10日に、ロシア軍東部軍管区が、北方領土を含むクリル諸島において、移動式の地対空ミサイル S-300 を使用した発射演習を行ったことを伝えている。演習は、ロシアの領空を侵犯する航空機が出現し、それを撃墜するとの設定で実施され、ロシア国防省では、発射されたミサイルを 100% 破壊したとしていて、防空演習の成果を強調した。ロシア軍がウクライナ侵略を開始する直前あたりから、極東のロシア軍が海軍の太平洋艦隊を中心に活発な動きを見せていて、今回の演習も、それに関連した動きであろうと見られている。日本政府は、この演習について、ロシア政府に対して、例によって、何とかの一つ覚えの遺憾の意を示して抗議したとされている。今回の演習で使用された、ロシア軍の地対空ミサイルは、S-300 は、ソビエト連邦時代の1970年代に開発され、NATO コードネームでは、SA-10、グルムブル、および、SA-12A、グラディエート、SA-12B、ジャイアントと呼ばれ、艦載型である、艦対空タイプは、SAN-6、グルムブルとされている。1997年代に、最初に実用化された S-300P から改良が続けられ、アメリカが1980年代に開発して配備した準中距離弾道ミサイル MGM-31、パーシング II を迎撃するために開発された弾道ミサイル迎撃を目的とした S-300V など、様々な派生型がある。S-300 シリーズは、大きく分けて S-300P、SA-10、グルムブル、S-300F、SAN-6、グルムブル、S-300V の3つのタイプに分けられ、S-300P、S-300F と S-300V は、ソ連時代の設計局が異なるために、本体が全く異なる別物で、S-300P は、アルマズ設計局、S-300F はオルトエアー設計局、S-300V は、アンチー設計局によるものである。S-300P は、航空機や巡航ミサイル迎撃を目的としており、限定的な弾道ミサイル対応能力のみを持つ。S-300V は、弾道ミサイル迎撃を目的とした、本格的なミサイル防衛、MD システムである。2020年12月1日に、ロシアの国防省系テレビ局であるスベズダが、ロシアに実効支配されている、北方領土の択捉島に、射程 400km の S-300V4 が配備されたと伝えられていて、弾道ミサイル、巡航ミサイル、航空機の迎撃用に配備されたと見られている。なお、ロシア軍では、S-300 シリーズの後継として、同時に多目標を攻撃可能で、超長射程とされる S-400、トリウムフ、NATO コードネームは、SA-21 グラウラーが開発され、配備が進められている。この S-400 ミサイルシステムは、その性能では、これまでの S-300 シリーズをはるかに凌駕するとされ、さらには、アメリカ軍のパトリオットミサイルに比べて、少なく見積もっても、2倍の有効射程を持つとされ、さらに、ロシア国防省が発表している資料によれば、S-400 は、400km 先にある6つの目標に対して、同時に攻撃処理を実施する能力があるとされているほか、優れたステルス戦能力も備えているとも言われている。極東地域において、S-400 は、2017年12月に、ウラジオストクに配備され、その後、
ウラジオストクの他には、原子力潜水艦の基地がある、ハバロフスクやユジノサハリンスクなどに配備されているのが、確認されているが、北方領土への配備はまだないと見られている。この北方領土での地対空ミサイル発射演習は、ウクライナ侵略に対するロシアへの経済制裁に、日本が加わったことへの牽制だと見られているのであるが、この他にも、最近では、ロシア海軍太平洋艦隊が、日本周辺で、活発な動きを見せている。択捉島で、ミサイル発射演習が実施された同じ3月10日には、深夜から11日にかけて、北海道と青森県の間にある津軽海峡を、ロシア海軍太平洋艦隊のウダロイ級駆逐艦など10隻が、太平洋から日本海側に航行した他に、3月14日には、同じく、ウダロイ級駆逐艦など6隻が、北海道とサハリンの間にある宗谷海峡を、オホーツク海から、日本海に向けて通過したのが確認されている。これらの艦艇は2月に日本海やオホーツク海などで大規模演習を実施していた24隻の一部と見られていて、防衛省では警戒を強めている。インターネットや SNS などでは、これら一連のロシア海軍の動きを見て、ロシアが北海道を狙うのではないか？などとの憶測が出ているが、ロシア海軍の太平洋艦隊と海上自衛隊の戦力を単純に比較すれば、核弾頭を搭載している戦略ミサイル原子力潜水艦は脅威であるが、その他の水上艦艇は、旧式艦が多く、アメリカ海軍の第7艦隊の力を借りずとも、海上自衛隊の現有戦力で対応が可能と見られている。さらに、ロシア太平洋艦隊の艦艇の中で、最も脅威とされる機関のスラバ級ミサイル巡洋艦、バリャーグは、ウクライナ侵略に合わせて、黒海に派遣されたままであり、太平洋艦隊の戦力は、かなり手薄になっている。また、ウクライナへの侵攻を、当初は、積雪が残る2月上旬としていたロシア陸軍は、冬季戦闘に強いとされるシベリア駐屯師団から、かなりの兵力を引き抜き、ウクライナ周辺に展開させたとされ、極東方面の陸上兵力には、北海道を狙う余力がないと言われている。これらのことから、少なくとも、ウクライナ問題が決着するまでは、ロシア軍が、北海道などに侵攻することはないと考えられ、むしろ警戒が必要なのは、ロシア軍よりも、北京での、冬季オリンピックとパラリンピックを終えた中国の動きであろう。もし、中国が、台湾侵攻、あるいは尖閣諸島実効支配下に動き出した場合、ロシアが、北海道に侵攻しそうな動きを見せるだけで、自衛隊は、全戦力を中国に向けることができない。なぜならば、アメリカ軍は、在日アメリカ軍と太平洋軍は、中国が動けば、その全戦力をそちらに向けるはずで、アメリカ軍の基地がない北海道は、自衛隊自らが守れというに違いないからである。さらに、もし、中国の習近平が、プーチンを見習い、核兵器の使用をちらつかせながら、台湾に侵攻したならば、果たして、アメリカが直接介入するかは、非常に疑わしい。アメリカのバイデン大統領は、核兵器使用をほのめかすプーチンに対して、核戦争や、第三次、世界大戦の引き金になるとして、ウクライナに介入して、ロシア軍と戦火を交えることを避けたが、これと同じ動きを台湾で見せる可能性は、高いと見る向きが多い。尖閣諸島において、不法な実効支配を受けた場合にも、日米安保が発動されるとはしてはいるが、いざとなれば傍観する可能性は否定できず、自衛隊単独での奪回は難しいと見られている。今や、アメリカは頼れる存在ではなく、日本の国防は自力で全うしなければならない。
第三次世界大戦やそれに伴う核兵器使用が現実味を帯びている今、日本はこれまでのようにのほほんと平和を謳歌している場合ではなく、ロシアや中国が迂闊に手出しできないと考える抑止力を身につけなければならない。